日今日の日直は渋谷なぎさです。8月20日土曜日、アホアホなぎちゃんの誕生式チャレンジアホな言い方するな、アホアホなぎちゃんよし、算数の公式です。距離を時間で割ると何になる、時速。NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組。残念、一瞬こっち分かれになってきたけど、正解。まあ時速、まあそれ時間の時に限るやんっていうね。分速とか秒速とかいうのもあるから、じゃあ秒速か。ああ、そういうことね。うん、ああ、とはならへん。秒速ではないんですね。じゃあもっと分かりやすい言い方があるね。うん、距離を時間で割ると、はい、日付出た。もうこれは近づかんぞとだいぶ遠のいたといい。わかんない、むっちゃ簡単な言い方やで。だから時速を簡単に、時速っていうの、速度。ああそうそう、それでいい。速さね、速さ。うん、いやこんな感じ、こんな日付っていくから日付か時速ですごい迷ってて、どう日付と日にちの、なんで日付やと思うの。それなんか自分が飛ばしたらスピード出したら日付変わるみたいな考え方やんか。すごいアインシュタインかなみたいな。これあったやんか、だって速さ弾きってこうなんか あったよね。あったあった、ありました。速さと、弾きか、はい、速さと時間かけたら距離が出るよとかなんか、うん、みたいな。それで出るやん、もう速さって。ほんならここ、うんうん、ふんふんふんって絶対聞いてへん。うわ、聞いてへんやつよこいつね、3人の時にかましてきた聞いてへんやつよ。ケイチおるから今日ちゃんとしてくれや、聞いてたやんか。今も聞いてたなるやんか出た出た、これ今日やばいで。お化けの声量やから。あお化け。何今の何お化けやったんって聞いてる人がなる声量やで。やばいやばい。やっぱかましてくるな。普通でやってる時すごいね、やっぱな。全員全然聞いてへんもんな。全員が揃ってる時でもかましてくんね。気をつけないと。はい。はいじゃなくて。ではここからお昼休みです。日直のなぎちゃんお願いします。はい、それでは行きましょう。告白できます。今ならば。8月3日にリリースされた NMB48 のニューシングル僕はいないのカップリング今ならば、この曲にちなんで今だから言える内緒の話やあの時は言えなかった秘めた思いなど今ならばな告白エピソードをご紹介していくコーナーです、はい、今回もお便りをたくさんいただいています。ご紹介していきましょう。お願いします。はい、神奈川県にお住まいのテセマルさん、19歳、はい、女性の方です。ありがとうございます。ケイちゃん、ナギちゃん、モンスターエンジンさん、こんばんは。4人の掛け合いが大好きで、いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。私も告白のコーナーに投稿します、はい、3年前、高2の夏、私はマンションの1階にある受付に用事があって学校帰りに寄りました、うん、受付のお姉さんと話しているその時、うん、とんでもない悲劇が私を襲いました、うん、突然のとてつもない匂いです。しかしなぜか私は受付のお姉さんとの話を遮ることができず、必死に耐え続けたのですが、ついに漏らしてしまいました、数秒後には私の足元になかなかの大きさの水たまりができ、制服も革靴もびしょびしょになってしまいました。何してんの。私はそのままどうすることもできず、受付での用事を何事もなかったかのように済ませ、うん、誰にも見つからないように濡れた革靴をペチャペチャ言わせ、足跡をつけながら家に帰って一人で全てをきれいに洗いました、うん、今ならば受付のお姉さんにちょっとお手洗い行ってきてもいいですかって言えるのに。あー、違う道を選んだあなたに、女の人って一回出た止められへんって言うよね。ああそうなの、止めるところの筋肉がなんか一箇所しかないみたいな。でも、多分止めれないか。止めれますか。確かにやったことはないやろけど、一回出て止めようと思う状況がなかなかないもんね。うん、もうその、便の話はやっぱ便の話はオールアウトってことか。NMB は、まあまあね、そっか、アイドルはそのおしっこも出えへんの。そのまともに、あ、そうね、まともにその1回で止めれるかどうかで、悩まんと、普通にそんなことありませんってすぐもう
一回もそんな漏らしたこともないしって言ってくれたのに、あはんあはんって言うから、なんでもない。そう。あはんあはん。そう。二人でなんかモホモホ言い出すから。だからこっちも、こっちもなんかあるんかなと思って聞かなあかんでもなるから。もう便はもう全部出へんねんな。はい、そう。つるんとしねえだからな。その V が、はい、もう V がもうフリーザみたいになってる。第三形態のフリーザ。つるんでもうつるつるつるやでも。はい。発祥のちょっとやけども。そう、何にもない。あんな感じなんやな。あんな感じと思ったらいいんだな。はい、じゃあその摂取したもんはどう出てんの？な水分は。やっぱ汗とかダンス踊ったりするから、そうですね、そういうとことそういうと毛穴から、はい、必要以上にダンスして老廃物を出すみたいな、そのためにそのためのダンス、はい、そしてアイドルってことですね、そのためにそれが活力になって、あ、なるほどな、まあ、これはだからそのね、やっぱ僕らは僕が聞いたことあるのはやっぱ女性の方が止まらんみたいなね、うん、そういう噂は聞いたことあります、噂は、ね、そういう噂、あ、噂で聞いたことあるもんか、そうかそうか、はい、でやっぱねえ、そう、どうしたんかなこれは、うん、受付のお姉さんは気づくやろこれだって、なんぼなんでも確かに、その確かに、まあそうか、そうやね、中タイプなんか外タイプ、コンシェルジュの外タイプやったら外タイプでもだから下半身見えへんでしょうね、だから多分結局は、しかもスカートとかやったら、うん、ズボンとかやったらもうお尻がバーって濡れちゃって、はい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 、わかるけどスカートならまだ、ほんまやな、そんな、うん、スカートやったらあれやな、スカートちょっとだけこう、あ、足ちょっと開いて、うん、パンツギューってどっちかに引っ張って引っ張ったらノーダメージでいけそうやな、言っちゃう、ちゃうや、言っちゃうや、パンツギュッ、パンツ横にギュッって脱いだらバレるやん、もう、いや、まあ、下にずらしたら、いや、それどこでここのこの状況で言うてるよ、うん、その状況それやったら受付から離れろって話やけど、そこまで住んでたら受付から離れて、その場合音もすごいやろし、シャー壁に当たってすごい音するから、その音でバレそうやろ、なんかシャー言ってますねってなんかシャーシャー聞こえますけどもってなるから、え、女の人はスカートやったらもう草むらとか入って立ってするのめっちゃ楽やん、逆に楽って、まあバレるやろうけど、何してんのあいつはこれってなるから立って何してんねんあの子はってなるからな、うん、うん、でもまあ二人的にはやっぱ分からへん、分かんないですね、全然、そうか、あるけどな、車自分で乗ってたら、うん、めんどくさいね、めっちゃおしっこ漏れそうな時ようあんねん、なんか、うん、あんねん、嫁の実家とか帰った時、うん、帰る時3時間ぐらいかかんねんか、うん、その時途中でなんか飲みすぎたりとかあんなんとかで、うん、いちいち止まる、めんどいわ、めんどいな、まだめんどいが出て、うん、どこで住んねんこれみたいになって、うん、高速もずっと走ってたら止まるタイミング自分やから、うん、人やったら次のどっかどこでもいいか止めてくださいみたいな、その人が勝手に止めたら、うん、さあそこで行くやん、うん、で自分やからもういつ住んねんこれってなんで、そう、慣れへん、なんか自分の判断ってめっちゃ変じゃない、いや自分のタイミングやもんね、でももうなんかメンバーとかが多いんで、うんうん、もうロケバスとか何十人って乗ってる時に、そうだね、もうその乗る前になんかコーヒーとかを飲んでしまって、うんうん、もう高速乗りますみたいになって、はいはい、もう高速乗ったぐらいで、あ、もうこれやばいってなった時はもう汗だくになりながら、うん、でもそのメンバーとかにも大きい声で言えないから、うん、マネージャーさんとかに小声で言って、はい、ちょっと次で、っていう噂を聞いたことがある、っていう噂を聞いたことがある、そういうやつがおるって、そういう人がいるって、他のメンバーではおるの、そのおしっこにおしっこするメンバーは何人かはいる、その超人じゃないやつが、ジェロニモ的なやつがおる完全なアイドルじゃない、完全なアイドルじゃないのね、ジェロニモ完全大事なやつがおる、あいつまだ便所行きよんでっていう、何人かいますよ、だからそういう事故も起きるわな、ロケバスで何人か大勢で乗ったら一人がいたら、そういうことも、そうですね、必死やな、その頃はその超人についていくのやから必死や、ね、すごいまた行ってる、老廃物をパーに踊るしな、こっちは危ない次、以上でございますか、はい、以上ですね、はい、今日も一個しか行かれへん、また怒られるわ、また
聞いてる人の怒られるのもちょっと喋りすぎや。今やで、はい、ということで今回の告白できます今ならばいかがだったでしょうか。来週も今だから言える内緒の話やあの時は言えなかった秘めた思いなど告白エピソードをご紹介しご応募します。ぜひお便りに書いて送ってきてください。ではここで1曲、8月3日にリリースとなった NMB48 のニューシングル僕はいないをお送りします。 NMB48 で僕はいない。僕はいない夏の砂浜。さて授業に戻りましょう、はい、続いては体育の授業です、はい、今日の体育はひたすら名言シリーズ、ABC ラジオでも盛り上がっております夏の甲子園、そこで高校野球の名言をひたすら言っていただきます、はい、では、ケイチ問題を読んでください。はい、高校野球の名言、名台詞をきちんと感情を込めて表現しなさい。はい、高校野球の名言、名台詞をきちんと感情を込めて表現してもらいます。9個ありまして、今ね、間もなく、はい、もうクライマックスですね、甲子園高校野球今年の、はい、第98回ですか、にちなんでやっていこうということでございますけども、はい、9個まあ有名な高校ばかりですけども、知ってる高校も知ってる監督もいるんじゃないですか。知ってる監督はさすがにあれかもしれないですけどね、はい、あ監督が、あ言ったそう、すごい、なるほど、言いたいやつを、はい、はい、僕行きますわ、どうぞ、はい、何番、じゃあ、8番しましょうかね。8番、PL 学園中村監督です。では行きましょう、お願いします。野球の試合の中には人生の全ての要素が詰まっている、軟式とは違うんだ。もうやめ言わへん、言わへん、 PL も軟式野球部あるし、まあでもやっぱ公式の監督は言うたんでしょうね。だから言うてないよ、大丈夫や、言わへんよ、軟式のこといじらへんから、別に公式の監督軟式も頑張れよって言うてくれてるから、どけーとか言うんちゃうの監督言わへん、言わへん、廊下ですれ違う時で言わへんそんな言わへんって、端っこ歩け的な、そんな言わへん、言わへん、絶対言わへんから、うん、さあ何ですか。はい、どうぞ。じゃあ9番、9番、はい、慶応義塾高校上田監督ですね。では行きましょう、お願いします。凡人は習慣で一日を送る、天才はその一日が生涯である。うん、一日一日を一生、その日で終わりって終わりやと思いながら生きてるってことだから、凡人は全力でってこと。凡人はもうなんか普通習慣もうただ単に終わっていってるみたいな感じだけども、天才はその一日が生涯ですから、うん、すごい習慣で生きてまうけどね、凡人やな、ね、凡人ですよ、はい、凡人でございます、うん、ねそのような、まあ、素晴らしい言葉ですよね。でもすごい高校の野球部の監督が言う言葉が、うん、うまいね、うん、教員免許があるだけなわけですから、うん、要はね、大変やって言うしね、これ給料出えへんから、うんね、ボランティアに近い、近い、そっか、でもここら辺の監督は違うんか、まあいろんな別か、別からどうやろうな、まあいろいろなんかそのね、はい、NHK とかやったらなんかアナウンサー解説とかもやってますからね、高校の監督は、はい、はい、じゃあ私6番で、はい、6番東海大相模高校門馬監督、では行きましょう、お願いします。日頃の行いが大事、善をとっても悪をとっても後で全て自分に返ってくる、だから地球は回っている。え別に後で自分で帰ってくるで終わっときゃいいのになってちょっと思ってもうたから、はい、だから地球は回ってるって言った瞬間もうバカみたいな言葉になって思ったから、確かにそんな言わんでいいのにと思って、いやまあでも名言なわけですから、ガリレオ、え、ガリレオでしたっけ、だからそれでも地球は回ってる、あの時代に言うんやったらわかるけど、うん、だから回ってるわけじゃない、まあ、このね門馬監督がどのタイミングで言うたか分からへんけども、そうでもだから地球が回ってるわけじゃないしな、ほんでこれ、まあ、そうね、確かにな、すごいきつい練習を
やった後ね、うん、選手集めて、うん、ええかお前らみたいな感じで、そうやで、それこれ最後笑ってまうわ俺、日頃のお金が大事なんや、全を取ってまう子取ってまう、後で全部自分に返ってくる、だから地球を待ってんねやドカーン全員が部員がズルーッズルーッくれ最後何それってなるやんいやまあね、強い高校ですから東海大さが、東海大ってなるともう強いですからね、どこもかしこも。さあ、はい、はい、じゃあ僕は、2番いきましょうかね。2番智弁和歌山高島監督いきましょう、お願いします。軟式とかごめんなさい、しかも噛んでもってごめんなさい、しかも噛むんかいちょっとなんか嬉しなりすぎて感動なんで嬉しなんねん仕切り直して、ちょっと仕切り直していきますわ。2番ね、ちょっとほんなら番号も変えます、ちょっと、あった、ちょっとこれはもう軟式って入れてくるんやろ、あかん、もう今のはあかん、軟式っていうのを入れへんためにも違うやつにします。ええ感じに読んでくれたらええだけやねんから、うんうん、頼む。OK です、はい、分かりました。じゃあ、1番にしますわ。1番、星稜高校山下監督ね、はい、では行きましょう、お願いします。心が変われば行動が変わる、行動が変われば習慣が変わる、習慣が変われば人格が変わる、ボールが変われば野球が変わる何やねん、言うてない人、人格が変われば運命が変わるやん。あー目悪いからな俺、目悪いからな、カタカナと漢字でし、もう文字数もちゃうし、心が変われば運命が変わるよっていうねそこまでいけばなるほど、最後に最初の最後か、もう一個最後にボールが変わる、違うって、ボールが変われば野球が変わるなんかないからちゃうわ、ボールが変わればバットも変わるいや名将やから山下監督、すごい監督やから、間違いでは、でも俺はそれ入れたとしても、うん、あの地球が回っているよりは俺はほんまのこと言うといいと思ういや、いい悪いとかじゃないから、そのモンマ監督にどつかれるよ、ちょっとだけびっくりした、これ有名な監督、まあそうやね、うん、有名、すごい有名な監督やちょっとびっくりした、山下監督も言わへんからボールが変わればバットも変わる、言わへんからね、うん、さああれば、はい、じゃあ5番、5番広陵高校中井監督です、では行きましょう、お願いします。お前らは3年間共に過ごした家族じゃけ、それだけは忘れたらいけんよ、たまにここに顔を出してこの3年間を思い出しんさい。これは普通にいいね、広島のね広陵高校、まあ強いとこですけどね、これはいい言葉、まあだからね広島出身の方なんでしょう、この中井監督とか、はいはい、だからもうこういう方言も出るし、なんとかじゃけーってこういう、うん、こういうなんかしんどい練習とかしてる人って、うん、後々なんかね出世したりとかする人多そうですもんね、うん、そうね、思い出して、うん、そうそう、この3年間を耐えれたんだから社会で通用するよ、うん、やろうと、絶対、うん、たまには来たらいいよ、もうどうせ家族なんやからみたいなね、うん、うん、いいですね、いいですね、はい、はい、あれば私3番で、はい、3番、横浜高校渡辺監督です、では行きましょう、お願いします。甲子園には魔物なんて住んでいない、もしも住んでいるとしたらお前たちの心の中にいる。いいですね、なるほど、メンタル、メンタル、うん、まあ有名なこちらもね渡辺監督というや、はい、松坂を育てたとか、はい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 、すごい、すごい監督ですよ、小野監督がね言うんだからもう間違いない、それは、メンタルを鍛えなさいと、なるほど、うん、メンタル、じゃあ僕4番いきますわ、4番はい、しゃあなしみたいな言い方これでもう全部か、これでほぼ全部かな、4番いきます、はい、最後やか、これが、はい、春日部東高校中野監督、ではいきましょう、お願いします。報われない努力になるかもしれない、だけど甲子園という目標に向かって努力していくことが今一番大事なのだ。そんな言い方じゃん。そんな言い方じゃん。そんな、うん、そのバカボンの言い方じゃないから。そうか。地球のやつと同じ感じなんかな。違う違う違う。
どこのどの時に言うてたとかは言うの分からへんから、どの声量でとかどのイントネーションでとか分からへんけども、そうですね、やとしても今一番大事なのだとは言わへん先生先生どうしたんですか、監督さん監督さんってなるから、ギリギリのまっきって言うてへんねもう言いそうやね、言わへんからそんな言い方では、とにかくデイチャイムなりました、体育の授業はこれでおしまいです。NMB48 学園抜ける力い、さあこのコーナーでは NMB48 の2人に毎回何かの対決をしてもらいます、はい、勝敗を決めるのは僕たちモンスターエンジンです。この対決の様子はこの番組の携帯サイト、スマートフォンサイトでも見ることができますので、そちらもぜひチェックしてください、はい、10敗したら罰ゲームで、ケイチ3敗ナギちゃん3敗の、はい、同点ということでございます、ね、はい、なかなかいい勝負でございますので、はい、今日も頑張ってください、今日は定番セリフ対決です、男の子が女の子に言ってほしい定番のセリフをどれだけいい感じで言えるかで対決します、今日のセリフはもうそこじゃないです、はい、これはマッサージをしている時に、言われているテイペということですね、はい、なるほど、マッサージをしている時のテイペ、はい、うん、もうそこじゃない、なるほど、まあね、マッサージお二人は受けたことあるでしょうから、はい、そのね、まあいろんな言い方もあるでしょうし、されてる時の声の出方とかもあるでしょうからね、いいですか、はい、では今日はなぎちゃんからいきましょう、はい、お願いします。もうそこじゃない、もうちょっと右全然エッチじゃない方向にほんまに違う、凝ってるとこほんまにちゃうみたいな、ほんまにちょっとイラつきのある感じだな、もうちょもうちょそこじゃない、もうちょっと見だいぶリアリティ、そうだね、急におばちゃんみたいになりいいですね、これは良かったんじゃないでしょうか、はい、ああ続きましてでは、はい、H 行きましょう、お願いします。もうそこじゃない、あ、いい感じ、もうそこじゃないはね、ケイチの方の言い方を求めてたんですけどね、まあそれほんまはねほんまはねまあほんまはねって、その聞いてる人もね、聞いてる人も全員そうそう、あ、そうそうそう、聞いてる人のまあ7、8割そう9割ぐらいはケイチの言い方をしてほしかったから、なんかリアルがやっぱいいかなと思う、ああまあまあね、まあな、まあ、マッサージをしてるっていうな、もうそこじゃない、うわガチマッサージや、そう、はい、60分3000円のやつやん、安いマッサージ安いな、さあまあ出揃いましたので判定参りましょう、ドラムロールお願いします。ケイチー、そうですよね、うん、はい、なんかその習慣ごとになんかどっちかが笑わしてくるみたいな感じ笑わした方が負けみたいになってきますよね、なんかね、まあいろいろ笑う、そうやな、いいんですけどね、笑わすのもありやねんけども、いいですけどね、いやいやいや、ちょっと相手が王道でいった場合は絶対に負けますからね、そうやね、変化球ではあるわけやからね、変化球同士やったらね、ちょっとまだ分かんない、うん、ね、まあまあ今日はナギちゃんが負け、ケイチが勝ちということで、はい、ケイチが3敗、ナギちゃん4敗と、やったー、お、接戦ですね、接戦ね、やね、だいぶ接ってますね、この間勝ったところから考えると、はい、一皮むけた感じで、はい、ねえ、よし、強くなって、強くなってる、はい、強くなってる感じがする、なかなか余裕やったのに、うん、余裕じゃなくなりました、あ、そう、はい、精神的にもやっぱ追い込めたわけやから、はい、そうですね、うん、ちょっとずつ、今日はどんな感じでもうそこじゃないって言ったっけ、そこじゃないちょっとガチマッサージの、はい、ちょっとねあれですね、3対4ですからね、はい、来週も頑張ってください、はい、というわけで NMB48 学園抜き打ち課題でした。どうもモンスターエンジン西森です。こちら NMB48 学園モンスターエンジン組はこの春からワイド FM でも聞けるよ。933クサッサと覚えよう。クサッサクサッサ、クミさんでもいいよ、クミさんクサッサ、これは同じセリフをわざわざ取り直したものですさあ、というわけで下校の時間となりました、今日の授業はいかがだったでしょうか。はい、何をしました今日は。今日はなんか
あ、信号機か。はい、信号機も。信号機と、おなぎちゃんのアホのやつと。あ、時速。うん、どっか。甲子園の甲子園、まあ、甲子園ね、今甲子園、今がその間もなく決勝みたいな感じ、はいはいはい、準決勝とか、はい、時期的にそうらしいです。うんうんうん、うん、まあ、この言い方するともう、まあ、完全に収録してるよっていう。どこが勝ってるんですかね。まあまあ、大阪はどこで、履正社でしたっけ、履正社高校というね、はいはい、聞いたことある、まあ、もう負けてるかもしれないですけども、どうなってるんやろ、うん、だからもうほぼほぼほぼもう終盤やから、あ、そうかそうかそうか、うん、そういうことか。こういう言い方してると収録だよっていうのがバレてしまうけどもっていう。そうですね、前置きはいりません、うん、言わない方がいいですでももうしゃあないね、これはな、そう、うん、厳密にはその厳密な日付でこっちはもうやるつもりもで、8月20日ですからね今日。そうか、うん、8月だからもう20日も経ってますからね。え、8月20日ですからね今日。8月20日、はい、びっくりした、はい、そういう言い方したらまたおかしくなってくる。いやね、この間1日8月1日やって、うん、もう20日って思いました。なぎちゃんはもうその何日でもいいですから、日々その日にちはもう気にしない、もう。この間、そうやな、うん、この間8月になったばっかりやのに、俺が8月20日やで今日はって言ったら、うん、それなるよな。実際は8月3日ですからね。ですよね、うん、日付が変わって、まあ、3日になったかなぐらいの感じで、すいませんね、8月3日でやらさせてもらってますわ。本当はだダメですから、あんまり言うたら。いや、なんでな、ええやん、もう3日のような感じの20日のような感じでやってる。20日のような感じで、それは一応ね、もうあーもう夏ももう終わりやなっていう感じの、うん、そうですね、はい、そうですね、もうそうやね、夏休みもそろそろ宿題やってますか皆さんもうやばいですよ、もうそろそろ。そうやね、本当ですよ、今エンジンかけたら結構いけますけど、まだ間に合う、これ25を超えるとマジでやばいですよ。あ、まあね、まだ5日猶予があるわけですから、はい、頑張ってください、うん、宿題の方も頑張って、はいね、というわけでございまして、では最後にお便り募集のお知らせです。はい、この番組では皆さんからのお便りを募集しています。はい、番組の感想、こんな授業やってほしいといったご意見など何でも OK です。告白できます今ならばへのお便りもお待ちしています。宛先は E メールは nmb@abc1008.com、 おはがきは郵便番号 530-8010、 NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組の係までとなっています。たくさんのお便りお待ちしています。はい、というわけで NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組、今日はここまで、さようなら。